現地時間11月21日、全米野球記者協会が選出する両リーグの最優秀選手、MVP が発表され、ナショナルリーグでは、ドジャースの大谷翔平が2年連続3度目の受賞を果たした。両リーグ受賞はフランク・ロビンソン以来2人目の快挙でもあり、翔平・大谷、の名は再び成果を高める形となった。動画、MLB 公式もクローズアップ。 大谷の妻、マミコさんのガッツポーズシーン、お茶の間が大谷一式となった、その中で大谷の放ったコメントが米メディアでクローズアップされている。大谷は MVP 受賞後に行われた現地メディアの電話会見で、今オフにポスティングシステムでのメジャー移籍を表明している佐々木朗希、ロッテについて言及。佐々木を勧誘や話をしたことがあるのかと質問され、 特にととということはない、うこはなっぱり。そして、こう続けている。山本、由伸もそうだったが、シーズン中も特に関係なく、全員去年、一緒に WBC で、プレーした選手とは連絡を取ったりしている。本当に友人の一人として自然に話をしている。彼の意見を尊重している。どこのチームを選んでも、彼なら素晴らしい成績を残せると思う。 すでに令和の怪物をめぐっては、複数球団からの根強い関心が寄せられている。争奪戦が必至と見られる情勢下で、熟考を重ねている佐々木の決断を尊重するというのは、大谷らしいリスペクトにあふれた意見ではある。しかし、特に勧誘ということはない、という部分が思わぬ形で切り抜かれ、現地メディアで問題視されている。米野球専門サイト、ファンシッィド。 はポスティング決定当初にドジャースが獲得を本命視されていた佐々木の動静について彼らにとって不利な状況が続いていると指摘大谷は佐々木をロサンゼルスドジャースに呼び込もうとする際に必要となる大きな役割を果たしているようには見えないと手厳しく論じた選手が交渉の場に介入するのは異例中の異例ゆえに大谷が批判を受けるいわれはないしかし 佐々木の現状を踏まえて、友人である大谷が契約のプロセスを侵害したくない、または佐々木の最善の道を心から願っていないと見せたくないということは理解できる、とする同メディアは、こう続けている。